から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。3号艇の長野、そして5号艇の岡村が好スタートを見せました。内艇も出ていってますが、1号艇の増田が逃げます。差しに構えた2号艇の安河内、間を狙った3号艇の長野は入れず膨れて、続いて差した5号艇の岡村に4号艇の赤坂、さらには6号艇の川野、トップは2号艇の安河内が有利に運んでいく。スタートは前提正常でした。さあ先取りは2号艇の安河内兼5号艇の岡村を待って差しました。1号艇の増田、前にいるのは2号艇の安河内兼です。さあ先頭は2号艇の安河内兼、これが G1 初1着ということになりそうです。先頭は2号艇の安河内兼で、2番手1号艇増田、3番手は5号艇の岡村で、まもなくゴール。先頭2番ゴールイン、1、2、4、寒いです。お兄さんの挑戦者も飛び込んでくださいましたね。嬉しい、はい、一緒に。お兄さんいかがでしょうか。いや、待つと言われたんで飛び込むしかないなと。はい、よかったです、本当に。 G1 の舞台でとてもたくさんのことを学んだとおっしゃってました。はい、はい、いかがでしょうか。そうですね、もう最初調整がうまくいかずに、やっぱり調整を外せばこんだけ大敗するっていうのも記念の厳しさを味わったし、逆に調整をちゃんと合わせればこんな僕でも一着取れるっていう自信にもなったんで、いい経験になってます。はい、お兄さん、弟さんの姿を見られてどうでしょうか。いや、とりあえず一生と思ってたんで本当に良かったですね。僕も落ち着きました。はい、今後も、記念の大舞台で、活躍できる選手になれるように頑張るので、応援のほどお願いします。